ベトナム語、ベトナム語、ベトナム語は、ベトナム社会主義共和国の総人口のおよそ87%を占める金属の母語であり、ベトナムの公用語である。金語や越南語ともいい、ベトナムの少数民族の間でも、共通語として話されるほか、中国と台湾など周辺諸国の金属、継続、アメリカ合衆国、フランスなど、在外ベトナム系移民によっても話され、 東南アジア大陸部の言語は通常インド文化の影響を強く受けているが、ベトナム語は例外的に日本語、朝鮮語、治安語などと同様に中国語と漢字文化の強い影響を受けている。現在のベトナムの北部は旗によって蔵軍が置かれて以来中国の支配地域となった。この地を含むカナンは百越と創称される諸民族が住んでいた地域で、 その一つが、現在の金属の祖先であった。ベトナムは、漢字で書けば、越南であり、現在の石膏省周辺にあった国の南にある、地域のために、越南と呼ばれた。しかし、系統的には、シナチベット語族やタイカダ大語族ではなく、オーストロアジア語族に属すると解することが、一般的である。この説に従えば、和社数でクメール語、カンボジア語を上回る。 オーストロアジア語族で最大の言語ということになる。また、中国語などの言語の影響を受け、成長言語になった。中国の支配を受けていたため、ベトナムの古典や歴史的な記録の多くは漢字による漢文で書かれており、漢字文化圏である。現代語を見ても、辞書に載っている単語の70%以上が漢字語であり、漢字表記が可能である。 対応する漢字がない語については、小掃除などと同じく漢字を応用した独自の文字チュノムを作り、漢字と混ぜ書きをすることが行われた。しかし、1919年の過境廃止、フランス総督府によるクオッククルー法律教育の推進により、漢字、チュノムの使用頻度は次第に減少。1945年の現少を滅亡と、 ベトナム民主共和国の成立により、ベトナムの国字として漢字に変わり、クオックグーが正式に採択されたことで、漢字やチュノムは一般には使用されなくなった。公式な漢字の廃止は1954年であり、南北に分断したこの年に、ベトナム民主共和国紙幣における漢字使用は廃止されている。現在では日常生活で漢字が見られるのは、でと、旧正月や、 中秋節などの伝統行事や仏事、観光葬祭などである。漢字の理解者も、高齢者の一部や、国文学や、歴史学などの研究者、書道家や仏像、日本語及び、中国語の学習者などに限定される。現在のベトナム語表記に使われるのは、17世紀にカトリックの宣教師、アレクサンドル・ドゥロードが考案し、フランスの植民地開雇を普及したローマ字表記。 クオックグーである。植民地期には、クオックグーは、フランスによる文明化の象徴として、フランス人からの贈り物と呼ばれたが、独立運動を推進した民族主義者はすべてクオックグーによる自己形成を遂げため、不便性と非効率性や識字率向上を理由に、漢字や地の部分は排除され、クオックグーが独立後のベトナム語の正式な表記法となった。現在、 クオックグーを公式の表記法とすること自体への異論は存在しないが、伝統的な漢文や難解な漢字、チュノム根構文を理解運用できる人材が少なくなっているため、人文科学、特に歴史研究の発展に不安を持つ知識人の間には、中等教育における漢字教育の限定的復活論がある。現在の聖書法であるクオックグーでは、ラテン文字と それに補助記号を付けたものが用いられる。ただし、解、J、W、Z は固有名詞、外来語、擬音語、感動詞を表記する際を除いては、基本的に用られない。ベトナム語表記の特徴は、語ではなく音節で分かち書きをすることである。これはベトナム語の単音節的な性質に合っている。中国語と同様、聖母、音節がしらしい意図、陰母。 スケボイン・シュボイン、音節末子音つ音および成長からなる、音節構造を持ち、多くの音節はそれ自体で、形態素となりうる点で、いわゆる、単音節語的な特を有する。中期したものを除き、すべての単ボイン、二重ボインは、シュボインに立つことができる。漢字音の対応は、中国語各方言、日本語、朝鮮語で、ほとんど変化のない、変化しても、 b など、新音のまま聖母アザメン、ミ民などが d 北部方言のに変化し、半母の聖母字も摩擦が強まり d 北部方言のとなっている。また、の一部はに変化しているのが特徴的で、現代中国語の sh、聖母時の一部は th に対応する。ベトナム語には6種の成長があり、各音節は必ずいずれかの成長を持つ。 ただし、南部方言では党が合流し、五成長になっている。歴史的には、バッシオンが消滅した時、三成長に分かれたとされる。ベトナム語の属するオーストロアジア語族のほとんどは、成長を持たない。その後、カシラシーの無性、優勢に従って、各成長が二つに分かれ、今日の六成長になった。クオックグーの入力の基本は、英文タイプに準ずるが、 成長記号や各種装飾記号の入力方法によっていくつかの方式に分かれる。成長記号をそのシンボル通りの入力で補う方式以下のように入力する。成長記号 A の順にタイプ A の順にタイプ A の順にタイプ A からの順にタイプ A の順にタイプ。その他記号 DD の順にタイプ A の順にタイプ RAO。 それぞれ a e o ハットの順にタイプ。それぞれ U,O の順にタイプ。成長記号をその呼び名のイニシャルで、タインサックイコール S、タインフィエンイコール F のように入力する方式。以下のように入力する。成長記号、AS の順にタイプ。AF の順にタイプ。AR の順にタイプ。AX の順にタイプ。AJ の順にタイプ。その他記号。 dd の順にタイプ aw の順にタイプ a, a, o, それぞれ a, a e, e, o, o の順にタイプそれぞれ uw,ow の順にタイプまた、拡張テレックス方式では、w 単体でが入力できる、が、で入力できる等の機能がある。成長記号を数字で入力する方式。以下のように入力する。成長記号 a, 1の順にタイプ。 A2 の順にタイプ、A3 の順にタイプ、A4 の順にタイプ、A5 の順にタイプ。その他記号、D9 の順にタイプ、A8 の順にタイプ、RAO、それぞれ A6、E6、O6 の順にタイプ、それぞれ U7、O7 の順にタイプ。キーボードの最上段の列に記号付き文字と、成長記号を割り当てる方式。成長記号、A5 の順にタイプ。 A6 の順にタイプ、A7 の順にタイプ、A8 の順にタイプ、A9 の順にタイプ。その他記号、タイオタイプ、イコールオタイプ、RAO、それぞれ1234をタイプ、それぞれ、をタイプ。語順はスボ型、主語動詞目的語である。就職語が、基本的に、非就職語の後に置かれる点は、オーストロイコール。 アジア語族の言語をはじめとする東南アジアの多くの言語と共通である。例えば、ベトナム社会主義共和国は国共和社会主義ベトナムとなる。古典的類型論から見ると孤立語的特徴を持っており、形態変化をせず、設字をあまり用いず、統合的関係はもっぱら語順によって表されること、私益、受動を動詞に先行する全知識構文で表すこと、 動詞に保護を放置して、動作の方向や結果を表すこと、事物の存在を表すための特別の公文が存在することなどは、中国語、広し通話と共通する特徴である。5位には漢字が多いが、固有語の形態素も漢字語根と同様単音節から成り立つ。ただし造語にあたっては、固有語の場合は文法に従って、就職成分を放置するのに対し、 韓国語は中国語からそのまま借用したため、就職成分は前置されたままである。ただし、南北統一後に、ベトナム語順化運動が起き、いくつかの漢字借用語が固有語に置き換えられているため、南ベトナムで書かれた古い文章や、ベトナム戦争終結前に海外に移住した人々の間では、を翻訳借用ではない、引きの直読みとするなどのズレがある。 また現代中国語の語彙と意味が異なる漢字語も多い。日本語の和語に漢字を当てた漢字語が和製漢語として借用されそのまま定着した例もある。この場合ベトナム語では中国語、朝鮮語の例と同様すべて漢字音で読まれる。このほか、フランス語や英語からの借用語もある。アルファベット使用言語からの借用、とりわけ固有名詞の借用はローマ字採用によって、 容易になったが、元のスペルを活かすか、ベトナム語の音韻構造に沿ったスペルを採用するかをめぐって現在まで議論が続いており、借用形の使用には混乱が見られる。以外の優勢シーンは、音節末に立たないため、対応する無性シーン、ない場合は、超音類の近い無性シーンに置き換えられる、フランス語の R をに翻訳するなど、音節の頭文字をとって、 略語を作ることが頻繁に行われ、母語話者でも首をかしげる者も,も多い。以下は、ほぼ誰にでも通じる例である。ただしこれらは、筆記において、のみの存在であり、例えばは、例定税例とは読まず、ディエントアイジイドン、南部標準語では、イ e ドンと読む。またこの他に、特に携帯電話に慣れた若い世代では、成長記号の省略、c、受け身、許可、 可能を示す語を、キロ、とする、コング、否定、疑問を示す語を、キロ一文字で済ます。認証代名詞の案、M を、A、E の一文字で済ますなどの省略が頻繁に行われる。ベトナム語では、一般的に自分を表すのに問い、相手を表すのに BN という語があるが、これは、非常によそよそしい印象をもたらすものであり、初対面程度でしか用いられない。 多少なりとも顔見知りであれば、お互いの年齢を確認の上、相手が年上なのか、年下なのか、男性なのか、女性なのか、年上であれば、自分の両親より上か下か等の区別により、相手を表す語だけでなく、自分を表す語も変化する。重心法が基本となっており、関わりの深いカンボジア語やフランス語のような語心、数、二重心数の形跡は見られない。 桁区切りは3桁で行われ、1000、南部では、100万、が、区切りとなり、漢字文化圏であっても、万の概念は、薄い、10千とみなされる。ベトナム語の方言は、北部方言、中部方言、南部方言の3つに対別され、それぞれ派の意志、増え、放置民氏、最後を標準とする。このうち中部方言は、他の両者と比べ音韻。 五位の両面にわたる際が最も大きく、ついで北部と南部が対立する。これは歴史的にハノイとフエが、帝氏と広南、原始の分立以来の対抗の歴史を追っているのに対し、南部は18世紀末以降初めて領域に入った深海地であり、民の滅亡でベトナムに流入した中国人難民が南部に入植し、ベトナム人管理の支配下で勢力を拡大して、 クメール警民を駆逐し、1863年のフランスによるカンボジア保護国家まで陸属としてカンボジア領土を侵食して拡大した歴史があるためである。フランスの植民地化は1858年からの南部占領、高知市な総督府の設置に始まり、その中心となったサイゴンは東洋のパリと称される大都市に成長し、1975年の サイゴンまでハノイに対立する政治的経済的中心であり続けたため現在のベトナム語においてもハノイ方言とサイゴン方言とはほぼ同等の威信を持って並立しており音声メディアにおいてもサイゴン方言はハノイ方言と並んで使用されているまたベトナム戦争では多くの政治難民が発生し特に南ベトナムに住んでいた富裕層や 家人の多くが海外に移住している。そのような社会主義国家としての新しい生活環境、習慣を知らない今日の間で使われる言葉は、戦後の共産党政府によるベトナム語順化運動の影響を受けていないために、看護率が高いなどを含め、特に語彙の面において、現在のベトナム在住者の言葉とは異なっている。オン・イン面においては、 クオックグーで弁別される特徴のうち、音節頭シーン、聖母における対立が、ハノイ方言で真滅しているのに対し、サイゴン方言ではこれを保存している。詳細は、文字、音の各表を参照。ただし、音節頭シーンの弁別は、ハノイ以外の北部方言ではかなり保存されている。これに対し、音節末シーン、インビと成長の対立は、 細後方言で真密する傾向にあり、インビに N、NG、NH を持つ母音がいずれも微音化しているほか、成長ではとの区別がなくなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。